さあ新コーナーの大人辞典、はい、次回の、テーマはですね、うん、メガネということで、はい、そうですよ、メガネも深いですからね、メガネもねメガネをかけてらっしゃいますけれども、赤坂さんが意味を追加するなら何ですか、うん、あその人のそのメガネを取ってみたいとか、うん、その人のメガネを取らせたいとかいう、その人にこう興味を持つきっかけとなるアイテムじゃないですか。そんなに取らせたいと思わないけど、ね、いやまあまあでもそう、それはあるそういうのもあるかもしれないし、あれ、あとこれはどうですか、うん、キスを妨げるもの、メガネ同士でのキスとかやったらなんかちょっとガチャッとなりそうじゃない、取ってすんの、え、どうすんの。私は向こうもメガネやったんですよ、だから、うん、メガネやったけど全然当たらんかったよ、ちゃんと、うん、そのまま、うん、あら、うまくいったよ、それぐらいのキスだったってことなんじゃないですか。そっかあでもそうかも、そのね、車乗ってて、うん、じゃあねの時にこうパッとした軽いキスやったから当たらなかったわね、うんうん、それがもしこうグジュっていうああいうディープなキスをしていたらこうメガネとメガネが当たってちょっとこうカツンカツンとか傷だらけになってたかもしれない、長くなりそうなので、皆さんメガネで大人辞典たくさん送ってください、お願いします。ガーンって当たってお互い傷だらけになってたかもしれへんねんな。